俺は一人で残ることを我が知略の餌食になりたいらしい。孫君の思うことには私に挑む。ここで主人と一緒に散るがいいわ。 実力はこの程度だったのか。 Hmph!
最後に勝利するためにな。敵将、俺が討ち取った。帝とは何か、武門尊家のあるべき姿は、そして自分とは。受け継いだ三代の志が、天下への思いが心に形を成していく。そして若き虎は決意する。私は迷っていた。大志を抱き、天下を目指しながら、それでも迷い続けていた。武門たる尊家は官室の刃であるべきではないのかと、帝を名乗るなどすべきではないと。ですが、宗妃は官室から禅譲を受けました。もはや仕えるべき官室はありません。劉備もそのこの劉禅も直感の帝を戦勝しましたしね。まあ今となっては孫悟の進化ですが。帝とは何なのだろうな。今ここに至って私が名乗るべき意味はあるのだろうか。帝となり天下を制すれば天下万民が仰ぎ見る。帝となる理由はそれで十分ではないでしょうか。ほう、分かりやすいようにか。そう考えるとなるほどと思えるな。孫賢様、お立場がどうなろうとも、私は孫賢様のおそばにいるだけです。きっと皆も。よし、もはや迷うまい。今よりこの孫中坊は御帝を合する。皆、我が天下のため一層奮戦してくれ。